なぜ好きなの？なんかこういうなんかこうギミック系とかで、だいたいどっちかっていうと使いもしない機能になんかこう憧れるみたいなところがあと、まあロマンなので、まあ、だからこれがあのかっこいいの実用性を凌駕してしまう。そうですね、このかわいいの代わりにかっこいいが入ってくるとこうなるわけですよね。なんか水に溶けるメンバーだったりとか、なんかこのスパイの装備とか書いてあるけど、まあ、だからなんていうの、この機能イコールかっこいいやと必ずしも機能イコール実用性じゃないみたいな。うん、であとやっぱりそのそこの便利っていうとか、なんか機能があってどうっていうのがうまくハマってしまうと、なんかやっぱりそこも見てくれと、なんかずれてても使っちゃうところがちょっとあったりとか、なんかその便利だったら多少ダサくてもいいみたいなとかあるじゃないですか。あ、まあ、私だとよく言われるのはこのマジックテープ、メルクロよく言われますね。これね、あのほらなんかこう貼り付けてどこでも使えるから便利。わざわざすごいさ、この革のおしゃれな革、アイフォンケースの色がね、あのこれビビってなってて、こう ちょうどいいところにこう調整できるし、こういうとこ貼れるしみたいな便利やんみたいな。しかもほら、カードが3枚も入るし。でも私がそうして自分の iPhone ケースがそんなになっちゃうと多分立ち壊れてるなんかそのカスタマイズ性の違いっていうかな、これは私のやつなんですけど、これ自分で絵描いて挟んだんですよね。なんていうかな、そのカスタマイズ性の違いみたいなのが確かにね、あの機能を持ってくる傾向にはあるよね。女性のカスタマイズっていうのはどっちかっていうと、まあ、そうね、そういう機能のカスタマイズってこっちだよ、機能が増えてくるっていう、どっちかっていうとそんな感じ。でどっちかっていうと女性はこの自分の好みに近づけるとか、愛着を持てるようにしたいとか、まあ、その自分らしさとか自己表現みたいな、うん、感じになってくるわけですよ。だからその自分がどういうものを持っているかっていうのが、その私がどういう人であるかとほぼほぼイコールみたいな。なるほど、その持ち物と自分の同一性っていうのが結構高いかなと思って、なんかあの最近だとこう卒業野鳥、はいはい、これは八虎っていう名前でファンもいっぱいいるし、なんか私もこれをずっと使ってみたいなって思ってたんですけど、この緑色の表紙がすごい嫌で、うん、ほら私って緑嫌いなんです。知らないよ。これがすごい嫌なんです。でなんかそういうところが、ね、メーカーの方も、はい、意識変わってきてるっていうか、なんか最近だと思ったらトライストラムズっていうちょっと別ラインのシリーズで、はいはい、綺麗な色のやつが出てきたりとか、あとこれはですね、エイブルアートカンパニーの障害がある方が、うん、アートを仕事にできる環境を作るっていうのが人気ロープなのがあって、うん、まあ、そこをコラボして作ったちょっとこういうタオル。あとね、私が注目しているのは、ね、ヤチョウカバン、これはカーネットってオフィス通販のプライベートブランド商品なんですけれども、もともとは建設業の方とかは、すごい日々ヤチョウを使っていると、2週間ぐらいボールになっちゃって、それを保護するカバーが欲しいって言って作ったんです。これが、使えるぞっていう。なるほどね。この間にこう自分の好きな紙を切って、うん、挟むと、自分の好きな、うん、どちらでもできるっていう、うん、なんかね、そのコーディネートしたい欲があるのね、うん、この女性は、うん、自分の持ってるものにテイストを好みに揃えてみたい。確かにね、それはあるかもしれないよね。なんか男性どっちかというとこう、これがいいっつったらこれだけでって、なんか周りのなんか調和とかあんま考えないでこれだけ買っちゃうところが、でもこのセンスがいるし、結構こう悩むし、それ難しいじゃないですか、うん、はいはい、これね、うん、だからコーディネートに疲れた人間がこう必ず一度は通る無印の道っていう。ああ、なるほどね。とりあえず全体的に無印で揃えておけば深く考えなくても統一感が出てきます。確かに。あ、でもまあそれはでもセンスのない男性としてもありがたい話で、まあそういうところはあるけどね。いつもここのアトリエにも無印入ってるから怒られるかもしれない。はい。あとで無印スーパーが始まってるからちょっと。はい。まあまあでもそうだよね。だからなんかどっちかというとだからコーディネートとかっていうのは男性どうしてもやっぱりこれ一点
だけを見てかっこいいと思うとそれでこうワンって買っちゃうじゃないですか。そうなんですよね。ただなんか持ってるなんかほらカバンとフーガーってのがあったりとか、なんかカバンすごい超多機能ななんとかナイロンでできてるすごいポケットいっぱいついてるけど、こっちのジャケットこんなのみたいな、だね、なんかすごいヘッドセットみたいなの使ってるってなんかすごいプロペラとか、ね、うん、そうなんですよ。それはやっぱり、うん、まあ、そうですね。だからそれはやっぱりちょっとあの男女の違いとしてはあるかな。うん、